ありがとう。1923年、大正12年9月6日の出来事、それはいつかものこと。関東大震災の日から千葉県東葛飾郡福田村、今の野田市三つ堀のあたり、行商人の一団がその村にやってきた。売り物の薬や日用品を第八車に積んでやってきた。行商人の一団、その数は全部で15人。朝早く宿を出て歩き続けて福田村に着いたのは10時ごろ。利根川の渡し場のそばの神社のあたりで、まずは一休み。神社のそばの茶店の前には二組の夫婦と若者が二人と子供らが三人の九人が休み。神社の鳥居のそばには一組の夫婦と少年と子供、一つの血のみを抱えた若い母親の6人が休んだ。私はから船に乗ろうと行商人が値段の交渉に行く。突然船頭が大声を上げて、あたりの空気が一変。こいつら言葉が変だぞ。船頭が大声で叫ぶ。金が激しく鳴らされて村人たちが駆けつける。駐
代の巡査が先頭に立ち、村の死刑団員たちが続く。手には竹槍や飛び口、日本刀や猟銃も、その数は全部で数十人、あるいは百人以上とも。自警団員たちが行商人に迫る。お前ら日本人か。わしらは日本人じゃ、答える行商人に。やっぱりこいつら言葉は変だぞ。一体どこから来たんだ。四国から来たんじゃ。千葉の人間にしてみれば聞き慣れぬ讃岐弁。お前ら日本人なら、君が代歌ってみろ。命じられるままに行商人たちが、君が代歌えば、半信半疑の自警団員たち、今度はお経を唱えろと言ったり、いろはを家と言ったり、どんどんエスカレート。目の前の見慣れる者たちが敵に思えてくる。本所の指示を仰ごうと、巡査がその場を離れた途端、不安に駆られた自警団員たち、行商人に襲いかかる。赤ん坊を抱いて命乞いする母親を竹槍で突き刺し、逃げる男たちを後ろから頭を飛び口で叩き割った。川を泳いで逃げようとした者は小舟で追われて、日本刀でめった斬りにされて、茶店の前にいた9人が全員殺された。鳥のそばの6人は恐怖におののき立ち尽くすだけ。6人も捕らえられて、川べりに連行される。縄や針金で後ろ手に縛られ、まるで犯罪人扱い。
の身を抱えたまま縛られた母親を男が後ろから蹴飛ばし、醜い顔で大声あげる、このまま川に投げ込んでしまえ、興奮して頭に血が昇った、地下団員や村人たち、残った6人全員を後ろ手に縛ったまま川に投げ込もうとした、ちょうどその時馬に乗った警官が駆けつけて、凄惨極めた虐殺はそこで止められた。9月初めの昼の盛り、利根川の河原で9人の行商人たちが地下団員たちに殺された。幼い子供もいれば、若い宮桃の母親も、日差しが川面に容赦なく照りつける。
半白の一人の男、出生は村長になり、やがては市会議員にも選ばれて、地元のために尽くす。お前は夜眠れるのか、悪夢にうなされないのか。お前たちのしたことは謝って済むことじゃない。関東大震災直後に朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだと、至るところでデマが流され、たくさんの朝鮮人が殺された。誰も彼もが疑心暗鬼、言葉がおかしいというだけで、幼い子供や母親も竹槍で突き殺した。自警団員たちもただの人、家に帰れば優しい父親。我が子の走り回る姿に相互を崩し、隣近所と親しく付き合う。そんなどこにでもいる善人たちが、徒歩を組んで、不安に煽られた途端に鬼になってしまう。村で襲われたのは四国香川の行商人たち。わずかな薬や日用品を売って、その日その日を暮らす。遠く四国香川のふるさとの村を後にして、どうして旅を続けなきゃならなかったのか。1000キロ近く離れた千葉の果てまで、四国香川のふるさとの村で、彼らに仕事はなく、稲を育てる田んぼもなく、小作料は高すぎる。地区で
暮らす人たちのほとんどが上昇して生きる。旅の辛さ覚悟すれば、体一つで始められる仕事。虐殺現場の福田村から謝罪の言葉は届かず、地元香川の中からも抗議や糾弾の声は起こらず、まるでなかったことにしようと言わんばかりに、県の枝方は知らんぷり。虐殺された行商人のふるさと香川の被差別部落、2003年9月6日80年の歳月が流れ、虐殺現場の見積もりで慰霊碑の除幕式、あの人同じ残暑の日差しが照りつける。私は今はゴルフ場、霊はここで80年さまよっていたのか。知らぬ人には親切に、苦境の人には助けの手を、それがよその土地の人であれ、よその国の人であれ、たとえ言葉が違っていても、自分たちと違っていても、信じることから始めよう、それが人の心というもの。昔も今も日本人はよそ者嫌い、身内だけで固まる狭い心の持ち主なのか。デマや流言飛語に弱いのは臆病者の証拠。信じることから始めよう、人はみんな同じ。
同じ。信じることから始めよう。人はみんな同じ。朝鮮人だとか部落だとか小さな日本人よ。朝鮮人だとか部落だとか小さな人間文章を読んで、それで初めて福田村の事件のことを知って、作って、それから、歌っている、1923年福田村の虐殺という歌を歌いました。